皆様いかがお過ごしでしょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、まあちょっと久しぶりにあのマウンテンとこうファットを並べてね、見比べてみてちょっと思ったことをお伝えしたいと思います。気がつきましたら、私はあの冬ファットバイクに乗るようになってもう10年ぐらいですね。その前はもちろんはね、あの選択肢はマウンテンバイクしかありませんでしたから、26インチのマウンテンバイクにスパイクをタイヤを入れて、当時ジェイミスのエグザイルだったかな、そういうのに乗ったり、してました。で、やっぱその、マウンテンで、まあ十分行けるっちゃ行けるんですけど、それでも行けないところに行きたくなってしまうっていうのは、まあ、ちょっと私のね、性癖でして。で、その時にあの、サーリーのパグスレっていうのが出てきまして、それにまあね、渡りに船で乗り換えて、で、現在に至る感じです。で、冬ね、とか、まあ別に夏でもいいんですけど、自転車に乗りますとなった時に、あの、ファットまでいらねえんじゃねえのっていうようなご意見、まあ根強くあって、まあそれはまあ、自転車に関してはね、正解っていうのはもうその人の中にしかありませんから、何がいいとか悪いとかっていう話ではないんですけども、世間一般に言われているほどファットバイクっていうのは鈍重な乗り物じゃないんだなっていうのを痛感したというお話をちょっとさせてください。と言いますのが、今年ですね、やっぱなんだかんだ言いながら雪が少なくて、あの路面が凍結することが多くて、で本当にツルツルになっちゃうと、もうこのファットタイヤでもね、歯が立たないっていう風になりますから、たまにですね、あのこのですね、マウンテンバイク、まあ、これでもタイヤはもう十分太いんですけど、それに乗ることが、あります。で、その時にですね、感じたのがですね、まあ、僕はファットバイクに慣れてるからっていうのがほぼ 100% の理由なんですけど、なんかこのマウンテンバイクはですね、非常にあのちょこちょこしたというか、なんかすごい世話しない乗り物に思えて仕方がなくなってしまったということですね。で、僕の中ではファットバイク十分走ってて、まあどんじゅうって言われますけど、まあそらそうなのかもしれないけど、まあ僕が乗る分には十分あの機敏な動きをしてくれるし、まあこれでいいんじゃねえのと思うようになっちゃったっていう、まあ人間の感覚っていうのはなんかすごい不思議な、もんだなというふうにしみじみ感じているところです。で、まあなんでそんな風なね、ことを感じるようになったかというのをね、あの自分の胸に手を当ててしみじみ考えていくとですね、僕の場合は、マウンテンバイクとしてファットバイクを使ったことがほとんどなくて、まあ平たい話がそのマウンテンに持って行って乗るっていうことがほとんど実はないと。で、あくまでね、街中だったり、まあ雪が降ったらオフロードみたいになりますから、いわゆるコミューターですね。こう、タイヤの異様にでかいクロスバイクのようなものとして乗ってますので、まあそこまでね、機敏な動きを要求されていないということなんだなと思いました。で、裏を返せばですね、機敏な動きができない分だけ、この巡航能力というか、あの、抜群の安定感ということは言えるわけでして、ね、むしろそっちの方に重きを置けておいていいような人、そっちの方が面白いじゃないかと思えるような人であれば、実はファットバイクっていうのは、ね、すごくいいもんだなと思いますし、まあ、オフロード用の自転車のね、極みのような存在でありながら、実は、オフロードだけではないというか、よくね、トヨタの自動車でランドクルーザーっていうのがありますけど、あれものすごいオフロード用としてできてるはずなのに、あれをね、オフロード以外で乗ってる人って、実はむしろそっちの方が多いわけですから、それと同じようなもんなんだというふうに考えると面白いのかもなと思いました。ね、この、ちょっと変わった意見だと思いますけど、これにね、ちょっと興味のあるという方、ぜひぜひ、ご来店をお待ちしております。